こういうふうなセラミックでコーティングした藍を焼き込んだという。セラミックで閉じ込めたことだよね。閉じ込めたっていう。だから木なんだけれども、もうセラミックの強さがはい、あるというこことれですなんね、かカップもとか。う見ていただいたら分かるように完全なこれね、本当だ。ヒノキの集成材なんですへえ。よ。間伐材なんですよ。だからこれをね、こうこの層いろいろあるでしょう。乾燥させたやつをね、強制乾燥させたやつを、人工乾燥ですね、させたやつをこういう大きなブロックに積み重ねてね、ほんでこれをろくろで抜いてます。そしたら2ヶ月ぐらいで仕上がるんです。そしたらこれ1本の木からこれ抜こうとしたらね、7、8年かかるんすごい、いろんなこうアイディアのものが。愛ので、これも染めた布を張り込んで上からコーティングしてコーね、ティングして。こういう。